鉄鉱石ある、プリズマリン、プリズマリンレンガある。ダークプリズマリンは、ダークプリズマリン、何その中二病みたいな、うん、あるわある、え、すごい。ダークプリズマリン、オフ会の時に呼ばれたりするのかな、うん、ダークプリズマリンさんですか、うん、あ、そうですよ、中二面白すぎでしょそれ、中二病のネームにしてて、うん、ゲーマー仲間で落ち合った時に恥ずかしすぎないそれ。まあでも昔はオフ会とかそうだったからね。え、でもな、まあ、ゆずみかいさんですかとかな、普通にいそうだけど、ダークプリズマリンさんですかはちょっと嫌だな。ネカマとかだったらもっと嫌だな。ハートとかにしてて。会う方も嫌だ。だそうだね。声に出して読むと恥ずかしいわ。漆黒の捕食者さん。だいぶ恥ずかしいな、やっぱでも。それもそれで。会った時に。ダークネスイーターさん。なんか、ここにいることによって慣れてしまったけど、よく考えたら恥ずかしいね。やめてあげて。ギルザレン三世とかベルモンド・バンデラスみたいな人がいるからさ、それと同じ系統だと思って慣れちゃってたけど、うん、よく考えたら普通の中学生がつけてるって考えると恥ずかしいな。確かにね、うん、